もうちょっと一方的な展開になるな。悪い笑顔でしょ、ね、これは指導さん悪い。これはかなりきついですか。これは相手がきついということです。ただ相手の PP も結構ありますね、3600。え、まだ温まってないとのことです。さあイオカラーですが、でもどう大体ね結構話しちゃった感じ。いや全然まだ触り全然触りどうでした今のレベルは。いや高かったよ。で見てやっぱり全然ね、家庭をあんまやってなかったもん、ね、あまり平成ない全然違うでしょ。いやすごいやりにくいよね。やりにくいというのは、まあ、あれですけど、オートプレイが一番きついでしょやっぱ。ああそうだね。あれでも国によって違うんだわ。アメリカは完全隣なんだけど他はなんか、え、韓国は多分相当あれやり慣れてると思うよ音。そうそう、みんなね、うん、動き的にゲーセンっていう文化があんまりないから、うん、みんなこうやって集まってやったりだとかしてるし、オンラインもあんまり環境がないからこういうのでやってるんですよ。でもみんな一人でできることはちゃんとやってましたね。コンボ練習とか、はいはいはい、それがすごい。そうだね、良かったですよ。だからバイパーが強いのかなと思った。やっぱ一人でキャラ高めれる。そうだね、からバイパーってネタもいっぱいあるし、それ上に上がった人たちはフラッシュ、メトロイド、ラティフ、ウルフクローン全員バイパーだったから、ね、3バイパーだったね。でもそれぞれみんな独特だったから、うん、そうだね、それがすごい。みんな動き結構違ったもんね。個性出したいっていうのが一番個人的にはあるんで。ああはい、ちょっと嬉しかった。さあ白さんはあっちもやっぱ実は一生懸命真面目に対戦してる感じですね。ちょっと白さんがちゃんと取られて、あったまってないっていうね、事前に言ってたからよかった。あと色が違いますからね。ほら開幕辛くさせちゃいますから。なんかあああれか、テイク移る気か、まあ、慣れるの大変ではあるけど、もうそんなことみんな一緒だから。そうなんだ、うん、まあね、来年また機会があれば、それ向けて練習もできますので。気が利くね。いやー、ありがとうございます村田さん。本当に気が利くな村田は。すいません。お、ありがとうございます。白さんの分。白さんこれ。激でかじゃないですか。あ、ちょっと熱い試合してますね。おお。これ確定？このお二人。叩きつけた。まあ確かにダルシムだし。じゃあすいません、いただきます。じゃあなんか今エボリューションのことで何か聞いてないことがあれば、あとでね、シロさん の写真まだ見せてないですよね。見せてないですね。それもまあ、うん、たっぷりランクマやっていただいて終電まで頑張ると、うん、家庭もでもやっぱ面白いですね。そうだね、多分ね、あ、全然大丈夫です。ちょっと横に下がる、移動するか。ちょっとね、高いですからね、位置は。なんか、いろんなアーケードスティックの人がいて面白かったですね。木でできてるやつとか、ね、完全にカスタマイズしてくるからね、そのゼロから作った感じだもんね。逆に改造してないのって言われたりしました、うん、まあ、いわば、僕らが使ってるのは出来合いのものを使ってるわけだけど、うん、向こうは本当にね、いまだにナスレバーじゃないとダメなんだみたいな人もいるし、うん、いますね。韓国のラフはナスでしょ。あ、そう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 、韓国ラフ、インフィルトレーションあたりはだからね、そういう違いもやっぱりね、日本だとやっぱアーケードがあれだから、一つこのスタイルがあればいいんだけど、佐藤さんそれです。あと大会中ね、俺スティック外人さんに貸してもらったんですよ、うん、これなくて、ここでうろうろしたら違うでしょ、そういうもんなんだと思うんですよ。困った。いや困って、なんか言ったら貸してくれて、あ、いいよいいよ。でもね、どういうレバーだった、ちゃんとできるレバーだった。まあそうですね、え、まあ大丈夫です。大丈夫、嫌がらせはしないですよ。嫌がらせはしないんだけど、要はだから、ま、ナスレバーだったりさ、ナスレバーだ、ちょっと俺断ってましたね。見てわかるじゃないですか。そういうのあるんだよね。ナスレバーというのはですね、あのスティックがですね、まさにあのナスのような形で、まあ、完全にもうこう握る感じですね、うん、
こう握らないとできない。実物見るのが一番早いですけど、なんか棒です。見せづらいですよね。要はその日本じゃないよねあれ。日本ではないんじゃないかな。なんか操縦桿みたいな。あ、そうなんかそのなんだろう、バーチャロンのツインスティックみたいなのでやる感じ。海外ね、いろいろね、衝撃的な漏れね、衝撃的な環境でやらないといけないですから。ブラウン管もあったからね。あ、そうだね。なるほどな。やっぱ同キャラの人に何か言われたりしなかったですか？俺すごいベガ使いの会社さんから言われるでしょう。すごい言われました。相当ね、だってやっぱりあれエボの前まではこっちの方が有名だったもんでしょ、注目されてたもんの。ゼロですね、ゼロあれお前は誰だじゃあベスト4に上がったのも相当しれっと上がってたからね。特になんかなみたいな、しれっと上がってましたから。特になんかインパクト残さず上がったんじゃないですか。いやいやいや、でもやっぱりね、これからはドッカンですよ。また海外行くような機会があれば次やっぱすごい楽しみですよね。やっぱ初日とかやっぱ触れ合いはできなかったんですよ。触れ合ってくれなかったんでまあこっちから行けないわな、こっちから行けないで分かんないんで。けどもし次行ったらもうバンバン来るわけじゃないですか。そうだね、それちょっとバンバン来るかどうか分かんない。まだマジですか。まあ来るといいね。じゃあ行く行くこっちからあえて一緒にね飲めたりすればそうだね。今回俺シローさんとずっと飲んだから。そうだね、楽しかったな。初日の二日酔いやばかったもん。頭痛くてもう やばくて大会の前日はね飲みすぎたっつって、あんまりね飲まない方がいいです。このように寝てたよ、うん、ベッドが一緒だったんですよフードと。あ、そっか。俺は2つだったもんね、まあ、2つの部屋で。まあさすがにシロさんは1個使ってもらおう。そうだね、俺は2つ2人で共有したんだけど何も起こんなかった。いやちょっとこいつがね、こいつなんか怪しいから、怪しい雰囲気どんどん近寄ってきて嘘じゃんそれ本当だから。あ、多分あれなんだ、俺左側に寝たと思うんだけど右に行くって、右利きだから関係ねえだろ右利きは右利きだから多分右に行くんだろうね、右に寄る癖が。あ、だけどね、顔近いとか俺歩二人で歩いてると寄る性格あるんだよね。右に、いや多分寂しがりだと思う。ああそういうこと、人がいる方に、人がいる方に行く。なるほどなるほど、あの袋とか持ってるとめっちゃ当てるもん。はい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 、たまにそれあるわな、うん、プレイスタイル全然近いとこないけどコパレッカーしか打たないから後ろ下がってこれしかしない。ガードで確定削りっぽい。あ、うん、確定削り、うん、またああいう状況ちょっと弱いですね。こういう組み合わせってどうなんですか。やっぱ夜までだるいですよね。基本よりっぽいけどね、なんか距離調整がしかもまで寄っちゃえばいいけど、やっぱりダルシムとかよりは寄りづらいからな。確かに基調整ができないのが難しいですね。そうですね、ダルシムむずいよね。1か10かみたいな出しなの。そう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 おなかなか苦戦しておりますが、おおちょっと殴られたバンバン行きましたね、まあ、バンバン行った。とりあえず俺その外国のペガ使いにヤンが本当どうしようもないと。ああ、ヤンなんだ。はいはいはい、はい、ヤンの方がまあ確かにきついんですけど、もうどうにかしてくれって言われちゃう。なるほど、どうにかしてくれ、あのカップに行ってくださいってそんなこと聞いてねえやと思ってる、ね、本当にメガ使い多いから多かった、多分そうアドバイス求めて来るとは思ってたけど、ヤンいなかったよね。ヤンいなかったね。そのオーストラリアとかフローっていうちょっとすごい太ってる、あ、あそうジャスティンのバブカップの人みたいな。バブカップもうまい。まあコパはヤン使ってるけど、あとヒューマンボムとか、そうヒューマンボムは結構ねうまかったかな。うまいね、やっぱよかった。だから俺あなたたちが勝ち上がってる間俺暇だったから、うん、ずっとそれ見てってそれ見てる時にずっと外人のベガス会に あの置き詰めは何なんだろうとか、なるほどなるほど、トリックなのかみたいな、はいはいはい、
すごいいろいろ言われて、そういうところでね、英語わかんなくても若干、あでも結構おかげで多分この中で一番お話できましたね。あマジで、ちょっとでも覚えて帰ろう。入りは有利だからな。ああいう台本とか言って、そうそうそう、言われてから長くなる。そうそうそう、本当に初日4回あれ一緒に歩いててもね、そう2日目3日目1回ずつぐらい来て、ホントそう、何か金手部さんがのこう朝2日目ぐらいに俺が、まあ、日本人の人がみんないるブースにいて、そしたら金手部さんが後ろから、よう偽原さんまあ嘘じゃない、おはようございますみたいなことを言って、なんで知ってんだよ、非常に光栄なことでって言ったら、俺後ろで肩叩かれて、ああいう大悟梅原って言われて、金デブさんがすげえ笑ってるんですよ、知ってるからな、へえ大悟って言わなかったもうそろそろいいかな、さすがに。まあでも海外の人とねコミュニケーション取れて、まあすごい嬉しかったです、面白かったですね。次回ね、次回ね、俺来たいと思う。みんな覚えたでしょ、覚えてくれましたかね。いや覚えてるから、そりゃオーディション優勝ってすごいことだからね。ちなみに分かってるよ、1年間行っていいから分かってる、そう1年間俺は1年間行っていいから、けどなんかね、ただ1年間狙われるからね。1年間は言い続けられるってことは分かるんだけど、その来年のエボに向けてどんどん俺の価値が1日ずつ下がってるのかなって思うとね。あーでもまあ今そう、今も落ちてますよ、価値がどんどん、この一刻一秒、そう考えるとなんか悲しいな。次のボスがね、じゃ攻撃、そうだ、ね、いますか、そこでまたスポンでステップアップしていけばいいんですよ。結構頑張りたいね、体感あるしね。そうだね、お疲れもね、最近楽しいでしょ、ああいう環境で。そうだね、自分の意地ぶつけ合って、だから今謎に結構勝ってるからさ、なんか今まだ新宿ずっとやってる？新宿で、うん、俺新宿以外でやってないね。ああそうなんだ、うん、まあ、今外ここら辺でやるんだったら新宿、他レベルが良すぎるよね。そういないよね、けどやっぱユンばっかでさ、キャラもちょっと偏っちゃってるけど、あ今ね、うん、そうだね、やっぱ大変そうですね、うん、剣がやっぱ出づらい。ちょっとねそれあれなんで、俺がかなり柔らかくしちゃったんで、レバーをやはりね、自分専用レバーを持ち歩くっていうね、文化を。シロさんだったらエボ中はシロさんのレバーをなんか何年も使ってるってこと言ってましたよ、なんかね。やっぱりそれをね流行らせていきたいね、日本でも。何かイベントの旅には前で、まあ、ゲーセンがあるからね。そうなんだよね、まあ、はい、じゃこれで一旦シロさん、ここでしっかりユン相手に苦しい戦いだと思いますが、いや大丈夫です、きっと前世5回ぐらいから、まあ、あの成長戦を当ててくれそう、決めていただければ。およっ、これ減るよな、あれ葉っぱない、あれダメージどんぐらいあるの、あれ200ちょいある、マジで、でピオリチもやばい、え200じゃないくてもっと400とかあるの、100、200、200、250ぐらいはあるはず、まあそうだ、250っぽいね、だから、まあ、痛いの入れるってミスるよりはあれの方が、そうだね、痛くて展開も早いから長いな。おあこれは当たっちゃった、あとのバックステって感じですね、一気に移動して硬直が長いみたいな、強いよね誠のバックステ超一段って感じです、結構あれだね、結構喋れるね、いや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 結構ちょっとドキッとしちゃいました、そんなことないかなと思ったんだけど、あ俺はもう全然すいません泣いてくれちゃって全然ありがたい、でもゲーム見てるとでもなんかちょっと言いたくなっちゃう感じうわやべえな、確定位、まあ表記でね、答えて、あれは2勝も OK って感じ、行くんじゃないの、来た、おーつー来たか、これはシャングリラ戦を思い出しますね、ズキ、あこの最後の削りは、シロさんはどうするのか、
おっと、おー、ナイパー、もう思わずにやりって感じですね。いろいろ詰めてますか。ま、陰線はな、相当やんないときついよね。組み合わせきついもんな、これきつい。辛草当てないとさ、きついのにさ、当たんねえ。基本当たんないから今度吹き上げとかも強いにならないから。あ、そうだね、吹き上げがちょっと機能しづらいのが。当たってよかったよね。確かに相当黙るじゃん、そしたら。おっ、ああ、おっ、これは端に鳴りがないからきつい。あ、そう、さすが。いや、今ね、これか。お、カバーの口も。やっぱ予選、投撃予選に出るにあたって駒投げをいかに飛ぶかって課題にしてて。ああ、そうだね、駒投げキャラすごい上手いし、毎回飛んでるんで。上じゃないとね、そこ飛ばないとやっぱり最大リターン入んねえからな。いろいろ教えてもらいました。取り方を、飛ぶポイントがあるのか。きた、さすが、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとランクマーをこれ見てですね、一旦休憩を挟みまして、お写真、お写真モードへ行ってから、シロさんが撮っていただいた、ちょっとお願いします。じゃあなんか、そうですね、これと3人で話しながら、じゃあちょっと